1977年の清水谷駅と周囲約500メートル範囲。上が、ぬかびら方面。すでに防線化されているが、駅舎側に副本線とモーターカーのいるあたりから、外側に側線が分岐していた跡が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成清水谷駅は、かつて、 北海道加藤郡上志幌町麻座上志幌に設置されていた日本国有鉄道志幌線の駅である。志幌線の廃止に伴い、1987年3月23日に廃駅となった。廃止時点で、島式ホームの片面を使用する一線を有する無人駅であったが、かつては島式ホームの両側に線路を有する列車行き違い可能駅であった。 駅から2キロメートルほどの谷間に清水の湧沢があったことから清水宅と呼ばれていたが開業時すでに夕張線に同名の駅があったことから清水谷と名付けた牧場となっている駅前は一軒の民家の田は廃屋である ABCD 停車場編線大辞典国鉄 JR 編に JTB1998 年10月発行 ABJR 釧路支社 鉄道100年の歩み平成13年12月発行。駅名の起源札幌鉄道局編、北強し民族研究会、1939年、71ページ。NDLJP、102 9473。北海道駅名の起源、日本国有鉄道北海道総局、札幌市、1973年3月25日、第1班。 138ページありがとうございます。